ラジオの三平。有吉さん、鶏ガラ親方こと貴乃花光司さんが初めての自伝「生き様」の発売記念サイン会でこんなことを言ってやがりました。私は寡黙でしたが、兄はマスコミのかわし方が上手でした。兄弟全く一緒じゃなくてもいいと思います。え、兄、今兄って言ったのか。なんだよ畜生、マサル氏って呼べや。久々に聞けると思って楽しみにしてたのによ。表情もちょっと普通になってるし、顔はだるんだるんになってねえし、全然白目向かねえし、ノンドラッグでむちゃくちゃぶっ飛んでたあの頃のあんた、どこ行っちまったんだよ。あー、つまんねえ。今すぐファンクラブやめてシコアサイズの DVD ベランダからぶん投げるぞ。白衣がひどいな。変わったるんだ。全然白目向かない。白目は向かないんだけどね。松村さんのモノマネがひどいから。ひどいから。本人は向いたことないからね。面白い。あげよう。パン。ラジオネーム三重の瀬戸市、うん、FM 三重。有吉さん、AKB の岩田カレンちゃんが、ハウルの動く城をテレビでやってる時間に、ググタスでとんでもないことをカミングアウトしていました。ちなみにこの、ヒン、ごめんなさい、ちなみにこのヒンの声やってる原田大二郎、私のおじです。第3は私の父の方のおばあちゃんの弟さんですわ。おいおい、カレンちゃん、このカミングアウトはまずいって。まだ AKB でもそこそこしか知られてないカレンちゃんがこんなこと言ったら、おじさんみたいに今年の AKB 総選挙で落選しまうぞ。分かったら今すぐ、私の本当のおじはマック赤坂ですに言い直しとけ。落ちるぞ、それもう。原田大二郎さんの、そうなんだ、おじさんなんだ。かわいそうってことはないよ。かわいそうってことね。FM 岡山、うん、ラジオネームハッカー石職人、うん、有吉さん、我らがサンドリで新曲をかけてやったにもかかわらず感謝の一言もないクソ野郎ツンクがブログでこんなこと言っていました。女房が親子丼を作ってくれました。超うまいんですけど。は？今のセリフもう一遍言ってみろ。モームスのメンバーとその母親とで親子丼プレイを楽しんだだと。おいツンク、いやツンクさん、サンドリでは去年ツンクさんが出したうんこみたいな新曲しょっぱいねをヘビーローテーションしてました。アマゾンのレビューもサンドリリスナーばかりです。確かにモームスは今や獅子類類ですが、やるだけなら十分です。お願いします、俺にもやらせてください。でもごまきだけは弟が怖いので NG です。怖がってんだバカ。ラジオのペケミニ、はい、フライデーの1月18日号についに有吉さんがスクープされていたので、どんな内容なのか楽しみに記事を見てみたら、うん、有吉さんは都内某所のスーパーで一人帽子を目深にかぶり、手で顔を覆いながら競歩の選手並みの早足でビールとお刺身を買い、ものすごい速さで帰っていったそうで、有吉は一体何をそんなに行き急いでいるのかと書かれていました。おい講談社、トンズラメスゴリラの手ぶらでヤンマが回収するぐらいならな、顔面を手で隠しながら店内を走り回るおまんじゅうが乗ってるフライデーも回収しやがれ。数ページ前のスクープ記事では、ミノモンタの野郎がクラブのホステスをお持ち帰りしてたじゃねえか。なんでセクハラしまくりのジジイが美女を食って、売れっ子芸人が一人寂しくスーパーの刺身食わなきゃいけないんだよ。有吉さんよ、お願いだから雲の上の人で行ってくれよ。買い物急ぐぐらいなら結婚急いでくれよ、ショーパンとかとさ。でフライデン取られて、有吉くんの正直チンポがショーパンにってスクープされて、憧れさせてくれよ。頼むから、頼むよ、安田さんからも言ってやってくれ。俺もうこんな情けねえ記事読みたくない。いやー、知らないよ。正直チンポはちょっとお願いしたいね。お願いしたいわ。腹立つ。ただ買い物してるとこ取ってさ、出せんのずるくない？ずるいね、確かにね。バカやろ。昨日やっぱ上島さんと俺がキャバクラ行ってるところとか写真撮ってほしいよ、それ面白いからね。まあまあまあそうだ ね確かにね。安田さん行ってさ、うん、FM 群馬、
このペケミにイエロー出してもいいけどな。まあまあ、これ正直にチンポだったらひっくり返って笑っちゃうな俺。本当に FM 群馬県境の3歳取り、僕の永遠のセフレこと笠井智美ちゃんの男児の手でチブサを隠すという写真が問題となり、ヤングマガジンが発売前に回収というのが問題になりました、うん、おい笠井ちゃん大丈夫、君は悪くないし何も心配いらないよ、笠井ちゃんにはたくさんのいい答えが届いてるからね。22歳童貞フリーター、うん、俺だったらおっぱい隠すどころか揉みしだいてあげたいのに。35歳独身会社員、おかずに困らなくなったので家計が助かります。18歳学生法系、フライングゲットして手に入ったから毎日トイレお風呂ベッドがパーティー会場です。僕も次会った時はあの男の子と同じことさせてね。じゃあおっぱいのお仕事頑張ってね。おっぱいおっぱい。気持ち